厚木義弘と、杉江松恋の、これっこれって、て SF？ SF？ ですね、2023年8月号のこれって SF その1でございます。これって SF は、もう一遍 SF を1から、ちゃんと読んでみようと思いました。杉江松恋が始めた、月表番組です。一人だとちょっと心細いので、ベテランといいますか、心強い方にお願いしております。担当します、私、杉江松恋と。はい。はい、書評家の勝木義弘です。よろしくお願いしよろしまくおす。願いします。だいぶ暑いんですけど、勝木さんはこ暑いので一す月、ね。どんな感じだったですか？そう、この一月ですね、実はその杉江さんが、コロナで、そう、静養されてたじゃないですか。あれぐらいの時期、我が家もちょうどコロナ禍だったんですよ。ああ、大変。誰か出そちゃっう、たですか？そう、家族で出て、で、私もその、た、あの、いつも同室で過ごしてるので、まあ、多分発症してないだけなんですよね。どうもなかったんですけど、だったと思うんですけど、まあ、そんな感じで、なかなか大変でした、やっぱり。ね、やっぱり一人出ちゃうとね、どうしてそう。もね。あくびしよう、そうね、なかなか。そんなに隔離できないですからそう、ね。できないですもん、人間だから。やっぱり日常生活に差し障りが出ますからね。そうですか。まあ、じゃあもしかすなるりましとた。陽性になっちゃったかもしれない感じ。そう。だから一緒に閉じこもってました。そう、大事ですね。はい。いや、もう暑くて大変なんですけれども、じゃあ一冊目からいきますか。はい、じゃあ今月の一冊目お願いします。今月の私の一冊目はですね、ちょっと、まあ、バリバリの SF ってわけじゃないんですが、ちょうど話題作なので、これちょっと紹介しときたいなと思って。話題作。アギトギアクミさん。アギトギでよかったよね。アゴニキです。私の幸せな結婚。ジニエル文庫から出ているシリーズです。杉江さんご存知なんですか、この。僕ね、読んでないですね。シリーズもので、これ最新刊が7月に出たのは7巻です。7巻が出ました。もともとはね、ネットで、なろうだったかな、小説家になろうだったかな。で、ネットで人気が出て、それから紙に書籍に移って。で、その紙でもどんどん人気が出てきて、今、ちょうど、今年実写映画化もされて、アニメも始まったと。で、私、図書館のイベントとかで子供のその読書活動みたいなのに関わることがもうあるんですけど、その中高生にものすごく人気がありますね。なる作ほど品でね。す。で、そんな結構話題になってる作品なので、そのアニメとか映画とかの宣伝とかで、タイトルはご存知の方も多いんじゃないかと思うんですね。タイトルとビジュアル。ただね、意外と内容が知られてなくて、これですね。タイトルとイラストから、まあ、こんな感じ。で、なんだろう、ちょっと、大正ロマンなのか、異そう世そう界なそうそう。のかという感じですよちょっね。と、レトロな感じで、なんていうのかな。甘い恋愛小説の大正ロマンスみたいな。そんなイメージに見えます。そう。のに見えるんですよね。って思われてるかもしれないんですけど、それも、まあ、外れてはいないんですよ。もちろん、このタイトルで、こういう内容なので。でも、これ実は、止まっちゃった。聞こえますか？今止まってました。今、インターネット不安 定大状丈夫？態です。大丈夫かな？ああ、ダメかな。どうですかね。ちょっとね、どうにも。今動き出しましたよ。大丈夫ですか？今大丈夫です。ですね、ちょっと待って。はい、大丈夫かな。また止まったかな？今止まってました。ねえ、ちょっと待ってください。これはちょっとまずいな。どうします？前回と一緒で一回あれを変えます？一回ちょっといいですか？じゃあちょっ回と、線を切り替えてみます。止めときます。ちょっとはい。躊躇しちゃいました。すいません。すいません。ちょっと回線の調子が悪くてですね。
で、これですね、意外とタイトルとビジュアルは知られてるんだけど、内容で知られてないところがあるんじゃないかと思って、なんか、半分は、マリミテみたいなもんに見えてましたよ、僕は。そうそう、半分はですね、まあ、要はシンデレラなんですよ。ほうほうほう。まあ、ラブロマンスなんですよ。シンデレラストーリーなんですけど、それプラス実は、帝都物語的な要素が入ってて、そうなんですか。そう、恋愛小説に異能バトルっていうか、その電気小説の要素が入ってます。ほう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 。で、まず舞台になってるのが、まあ、はっきり国名は出てこないんですけど、まあ、帝国と呼ばれてて、まあ、だいたい明治大正ぐらいの日本をイメージしたような世界です。で、現実と違うのが、国家としても異能とか、異能者とか、異形とか、妖怪みたいなものとかを、の存在がもうちゃんと確認されてて。例えば、その帝がもちろん帝国だからいるんですけど、帝はその未来を予見できるっていう特別な異能を持ってるなる人なんですほど。ね。で、で、帝国陸軍にもその対異形専門の特務部隊があるというような、そういう世界なんです、実は。で、このヒロインの、このですね、ミオっていうこのヒロインは、結婚するヒロインは、異能者の家系として、で知られているその名家の娘なんですよね。で、名家の娘なんですけど、異能は基本的に遺伝なんです、この世界。家系で受け継がれていくんですけど、ところがそんな家の生まれなのに、ミオにはその異能が備わってなかった。で、さらにそのミオのお母さんは、もうやっぱりその異能の血筋を守るために別の異能の家系から嫁いできた人だったんですけど、ミオが2歳の時にそのお母さんも亡くなってしまった。で、そこで、お父さんの方は、父親の方はすぐに別の女性、かつての恋人。もう、その、ミオのお母さんとの結婚、あくまでもその、異能を継ぐための、まあ、政略結婚みたいなものだったので、かつての恋人が本当は行ったので、その人と再婚をすぐします。で、そしてこの、ママ母ですよね。ミオにとってはママ母と、その父の間に生まれた異母、妹か。になるのかな。妹が、の方が異能を持ってた。となると、妹は、その、家の期待とか、お父さんお母さんの愛とか、そういう一心に受けて、逆に能力を持たないミオの方は、とことんまあ虐げられるというような形になってしまったと。で、まさに灰かぶり状態ですよね、になってしまう。で、ところが、そういうミオのところに、まあ、縁談が、まさに幸せな結婚ですから、縁談が舞い込みます。で、そのお相手が、帝国陸軍の最強の異能者で、特務小隊の隊長。なんだっけ、工藤でいいんだっけ、工藤清香という、隊長ですという男の人なんですけど、もちろん彼には、その今までも縁談がたくさんあったんですけど、噂によるとすごい冷酷無比な人で、そのあらゆる婚約者候補が、逃げ出しているらしいと。今まで何回も縁談だけど。でも、その異能持ちのか、その家系なので、名門なくだから、やっぱり異能の家系からしか嫁は取れない。ということで、仕方なくそのミオのところにお鉢が回ってきたということだと。らしい。で、ミオは、まあ、清香のところへ自分なんかがと思いながら向かうんですけど、今までその、切り替わってる。本当だ。カメラが変わったな。そういうわけで、今まで、ずっと、使用人同然の暮らしをしてきてたから、ものすごくその自己評価が低いんですよね。まあでしょうね、それはね。なので、その清香はものすごく冷たく当たってくるんですけど、で、ちやほやされなくても、別にむしろ、自分が悪いって思っちゃう。で、そうこうするうちに、でもずっと、この自分が悪い、自分が悪いと思ってるんだけど、いや、でもこの人は、本当にその虐げられるような暮らしをミオはしてきてるので、そういう中で、清香のあたりっていうのは、実はこれは、ものすごくなんていうんだろう。冷たいわけじゃなくて、不器用なだけなんでは？ということに気づき始める。で、一方、清香の方でも、どうせいつもの嫁候補みたいに自分が普通に接してるつもりなのにすぐいなくなるんだろうと思ってたんだけど、
どうも勝手が違う。うんうんうん、何を言ってもなお、その、すぐ謝るし、いや別に謝れって言ってるわけじゃないんだけど、っていう感じで。で、自分っていうものがこの子にないように見える。その見ように、うん、もうここまでっていうのはなんか事情があるのではっていうことを考え始める。うん、っていうわけで、まあそんな二人の、お互い別に憎み合ってるわけじゃないんだけど、うん、あの、お互いもう、全然嫌じゃないはずなのに、その二人のもどかしい行為を見守るみたいな。うん、ああ、なるほどね。その、まあ、恋愛小説、うんうんうん、恋愛小説っていうか、まあ、中でもその青春ものみたいなのの、まあ、王道のパターンですよね。読者側からすると早くくっついちゃうよって思うような、うん、もう感じなんだけど、それをこのちょっと特殊な設定でやってると。なるほど。いうようなお話です。うんうんうん、で、で、まあ、そこがね、まあ、一つはその、王道のラブロマンスとしてもちろん人気があるんだと思うんですけど、うん、1、2巻はまあそんな感じで、まあ、異能要素っていうのは比較的薄めで、その各家系、うんうん、家系での揉め事みたいな、うんうん、いろいろね、この家は名門だからどうこうとか、うんうん、この能力者が次誰が生まれるかみたいなところからの揉め事と、うん、その、異能を持っていないと言われてる、うん、ミオに関する、まあ実は秘密があって。まあそこら辺のお話なんですけど、うん、電気要素がぐっと表に出てくるのは3から6巻ぐらいからです。うんうん、なので、これから先の展開は、これアニメも多分今この辺やってるのかな。あ、結構じゃあもうやってるんですね、うん。多分やってるんじゃないかと思います。なので、うん、ここから先はまあ3から先ぐらいを聞きたくない方はしばらくミュートしてもらいたいですけども、3巻ぐらいから、異能者が支配する世界を作ろうとしてる、その異能教団。で、うんうんうん、これを率いてる、まあ、薄い直し、甘い水に直っていう方ですけど、うんうん、っていう人が登場します。うんうん、でこれが、まあ、まあ、敵役に登場して、うん、薄いは実はそのヒロインのミオとも、ちょっと、まあ、逆らぬ因縁がある人なんですけど、うんうん、まあ、その人が、その、まあ、ヒヨカ。婚約者は最強の能力者で最大のその障壁になりますから自分にとって、うんうん、でその人を落とし入れてさらに時の帝をさらって、うん、政変を目論みます。新しい世の中にするために、うん、異能者中心、うんうん、でこの異能教団ではその血筋によるものだった異能っていうのも人工的に作り出す実験だとか、国の中枢に、まあ、大臣とかその幹部どこかにこう教団の人間を送り込むというようなことで内部から策略を仕掛けたりだとか、うん、まあ、恋愛小説の一風変わった味付けだったところからさらにちょっと踏み込んで電気要素が描かれていきます。なるほど。そう、例えばそのクーデターを起こす、クーデターを起こすっていうその政変を起こして、うん、っていう雪の帝都にこう現れるその人工で作られた異能者たちですよね、うんうん、雪の帝都をクーデター起こすために格好するみたいなっていう絵面はちょっとこの、うんうん、そのなんていうんだろう、表紙の印象からは出てこないよ、うん、なかなかそういう、アナザー日本、おー、まあ、226のイメージも多分あると思うんですけど、うんうん、なかなか見応えがあるシーンじゃないかなと思います、うんうんうん、そうだから半村亮とか帝都物語とか、うん、まあそういう、まあ本格的な電気小説を経てきた読者にとってはまだまだちょっと物足りないところはあるかもしれませんけども、うん、これをその現代の読者にもその広く受け入れられるような、その恋愛小説とうまく融合させてるのが、うん、こういうところだなと、うん、思います、うん。で、その最近の中高生向けのヒット作ってアニメにしてもラノベにしても、うん、ちょっとなんかやっぱひねった設定、一周回ってもひねった設定みたいな、なんかものが多くなってる。ところがあるから、うん、こういう王道をドンと攻めてきて、うん、まあ、恋愛要素にしても電気要素にしても王道のエンターテインメントみたいなのをドンって攻めてきてくれる作品は貴重だなと思いました、うんうん、でその最新の出たばっかりの7巻なんですけど、うん、これがいよいよ、やっとというかタイトル回収巻です。幸せな結婚の巻です。あ、はいはい、実は今までミオとキヨカずっと婚約者だったんですね。1から6まで婚約で、まあ、だからそのやっと結婚の間になったので、まあ、ここでとりあえず、まあ、一区切りかなと、うん、ただ今後も話は続きそうなので、うん、まあ、気になった方はぜひこの機会に、はい、まあ、アニメもやってることなので、うん、私もアニメはちょっとまだ見れてないんですけど、うん、それと一緒に楽しんでいただけるといいかなと思って今回ご紹介しました、はい。
なかなか戦略的に面白いことやってますね。そう。で、うん。その作者の方もどんどんやっぱり上手くなってると思いますね。巻を追うごとに。やっぱりなんかその、中高生に人気があるっていうのもね、ヒロインとかの設定から分かりますしね、自己肯定感の低い人がというかね、それはやっぱりすごい若い人の、感覚をうまく取り込むっていうかね、その自分を重ね合わせて見る部分もあるでしょうし、あると思います。そうやって引きつけておいて、天気小説の、展開に持っていくっていう、なんていうのかな、戦略がすごいなと。思いました。なかなかよく考えてる作者だなと思いますね。全然そんな話だと思ってなかったです。そう、意外とね、多分知られてないと。はい、全く知らなかったです、僕、そのことを。はい。でもめちゃくちゃ売れてるらしいです。よかったよ。それはいいことですね。はい、でもいいことだと思います。はい、じゃあ、僕もですね、今日はこれって SF 界なので、ちょっとね、自信がないものを持ってきました。これが SF だというふうに、思う方がちゃんといてくださるかどうか心配なんですけど、西尾維新で、ウェルテルタウンにようこそという作品です。版元は講談社ですね。で、安らかに。あ、安らかにね、ごめんなさい、安らかに。ウェルテルだから安らかなんですね。若きウェルテルの悩みはね、自殺ということを書いた、はい、古典作品として大変有名ですけど、だからそのウェルテルのウェルテルなんですけれども、主人公はですね、小説家なんですよね。で、ちょっと、特殊な小説家なんですけれども、どういうことかというと、ミステリー作家なんですけど、どんな作品も、必ずその自殺の要素が入っているというですね、自殺作家と言われるほど、例えば犯人が自殺するとかですね、どんな作品も犯人が自滅したり、その観念し自殺したりするというところで終わっていくというですね、自殺作家の異名を取る私が主人公なんですけど、そこにですね、町おこしコンサルタントの、行く前没五郎。どこで読むの切るのかな名字。行く前没五郎。これ、生前没五郎って書くんですけど、行く前没五郎をやってきましてですね、町おこしに協力してほしいと。で、これどういう町おこしかというと、町の名前がですね、安楽死っていうんですよね。安楽死は本当に安らかに楽しむ安楽死なんですけど、死って政令指定都市、あの死ですから決まっていて、2万人かな、加減が確かあったと思うんですけど、2万人以上人口がないと、もうその死としての要件を成り立たせなくなって、もうそのギリギリまで人が減ってしまっていて、産業ももうない。で、もうほぼほぼ産業がない。で、学校も成り立たなくなってるし、何より、市長がですね、市長者を、に市長が執務するのが、もうできなくなってるんで、市長が隣の市かなんかにですね、避難してて、そこからリモートで仕事をしてると、それもうダメじゃんという状態になってるんですね。で、この町をなんとか、蘇生させようということで、町おこしを考えると。で、いろんな町おこしがありますけれども、もうこういうご時世に一番合った町おこしということで何かというとですね、この町は自殺者ウェルカムなんですね。いろんな自殺者が希望があると思うんですけど、それはもう自殺って迷惑なことだから、嫌なんですよ。例えば旅館では一人で泊まるお客さんがちょっとじっと見られて、自殺しないかなって見られたりするんだけど、この安楽死ではですね、自殺者こそウェルカムでですね、その自殺のする人にホスピタリティを与えてですね、最後にいい思い出を作って楽しく死んでくださいという内容の町おこしをするというね。例えばその、いろいろ細かく決められて、例えばその他人を巻き込む無理心中とかね、その拡大自殺みたいなのはダメですとか、そうやってその、なんて社会的に、なんていうんですかね、政治的に正しい自殺みたいのを実現する限りにおいては、自殺者はウェルカムですと。で、なんでこの、私にですね、白羽の矢が立てられたかと言いますと、
まあ、そのこの安楽死のそのコンセプトを正しく表したようなですね、自殺小説を書いてほしいと。これね、今となってはあんまもうないかもしれないですけど、昔はよくあったんですよね。地方都市がその自分の、街をその舞台にし、あ、例えば北区の内田康夫ミステリー大賞とかそうなんですけど、オリコンでね、その街の、今、京都文学賞とかもありますけど、もっと、露骨に街を賛美するような、小説を書いて、応募してくださいみたいな、それを街の予算を使ってやるみたいな、昔結構バブルの時代の頃にはありまして、お金の余ってる頃にはそういうのが結構あってですね、知ってるんですけど、そういうのの自殺版ということですね。で、それをその、まあ、コンテストというか、その私に書いてほしいと。で、私にその街に、じゃあ、とりあえず視察に来てですね、そのイメージをそのちゃんと見て、で、書いてくださいっていうふうに言われるわけですね。で、それで、まあ、縁もゆかりもない都市にいらっしゃってみたいに言われて、ちょっとピクッとくるんですけど、実はこの私はですね、安楽死の出身なんですね。それはまあ、プロフィールから隠していて、それはそのまあ、そのあんまりいい思い出がない故郷だったから、そこでその、自分がそこの出身だということを知られても嬉しくもなんともないということで隠してるわけなんですけど、いざそうやって自分の生まれたところがですね、自殺のメッカになっちゃうのは嫌だなということで、その自殺のメッカになるのを、こう、小説を書くということで、食い止める義務が自分にあるんじゃないかということで、その物語作家としての義務を、そのなんていうか、その、社会的責任を果たすために、視察を装って安楽死にやってきてですね、その自殺の、その、を食い止めるという、その施策を食い止めるため何ができるかを頑張ろうというね、そういう小説です。だから、疑似イベント小説といいますか、まあ、ね、疑似イベント小説という言い方をね、筒井康隆さんが言われたのかな、それからまあ始まったもんです。あと、近未来小説。このままその地方のその、なんですかね、ゴーストタウン化が進んでいくと、まあどういうことが起きうるかっていうことを突き詰めていった上でですね、極端なことをする自治体が、まあ、実際現れたりするでしょうけれども、その中でこういうことに舵を取ったら、まあ、どんなことができるか、自殺ということをテーマにして、どんな施策とかですね、どんな建造物を作ったりとか、街がどういうふうにその作られていくであろうかということを考えた、まあ、都市小説といいますかね、そういう要素があって、で、その街はいろんな7つの、自殺方法をですね、提供するっていうのがあって、これがちょっと面白いんですけど、例えば、パビリオンタワーみたいなの作るんですよね。そこから飛び降り自殺向けのパビリオンタワーを作りますみたいなのがあって、その高さがちょっと面白い高さに設定されてるとかですね。そういうふうな、なんて言うんでしょうか。いろいろ、一から、ディティールを詰めていってる面白さみたいなですね。これだから最初、まあ、ミステリーなのかなと思って読んだんですけど、まあ、主人公がミステリー作家だっていうことだけで、全然ミステリーではないので、全然違うなと思ったんですよ。じゃあこれ何だろうと思って考えたときに、まあ、奇想小説なんだけど、これを分類するとしたら、もう SF しかないのではないかと。まあ、あえてジャンルに分類しなくていいんですけど、まあ、僕なんかはこの、まあ、60年代 SF なんかの流れを読んだ長編を、まあ、神戸さんとか筒井さんのものをいっぱい読んできてるもんですから、パッと思いついたのはやっぱりそういうふうなですね、まあ、疑似イベント小説とかの流れで、こういうその、奇想をですね、短編の長さに仕立てるものは結構昔からあるけど、長編でこれを丸々それの自殺のための街っていう考えをですね、それだけで一本書いてる小説ってなかなかないと思ったんで、ちょっとそれで、取り上げたいなと思った次第ですね。まあ、その自殺を選ぶ人たち、まあ、一人、その自殺志願者みたいな人が出てくるんですけど、その人と、なんつうんですかね、全然噛み合わない主人公との会話とかもね、人間の、気持ちというか心理、現代の人の心理みたいなのをすごいデフォルメして、まあ、今のその、なんていうんですかね、その、ロストエイジ以降のですね、
あんまりその現代に全然希望が持てなくなった若い人たちの感覚みたいなものを、別に自殺しちゃしたっていいじゃんみたいな、その自殺志願者の、心情でかなりデフォルメして書くとかね、結構デフォルメとかの技法もうまく使われていて、うん、それはちょっと面白いんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ、SF という、こう、帯にも、どこにも、もう本作者のあれにも、後書きにも、どこにも何にも書いてないんですけれども、まあ、これは分類するとしたら SF なのではないだろうか、ということで、もう、この番組のタイトルにふさわしくですね、これって SF じゃないですかね、みたいな気持ちで、今回ちょっと取り上げた感じですね。面白いのはむちゃむちゃ面白いんですよ。面白い、面白いです。うん、面白いですよね。どうですか、これ。SF ですかね。まあ、だから先ほどね、その言われたみたいに、その、まあ、疑似イベントものとかの、まあ、発生じゃないけど、筒井さんとか神戸さんの雰囲気は確かにありますよね。うん、私もうちょっと、なんて言うんだろう、リアル寄りっていうか、な感じの話なのかな、刊元のあらすじだけ見て、あ、そうそう、うん、そう、まあ、そういう、まあ、もうちょっと重い話なのかなと思ったんですけど、うん、まあ、そういう感じでもないですよね。うん、であちゃんと詰めてあるんだけど、決して重い感じではなくって、うん、なんか、まあ、あの、でも SF ファン、多分こういうの好きだと思いますね。うん、じゃないかとは思うんですよ、思います、うん。どこに進めるかって言われたら、私も多分 SF ファンに進めますね、これはね、うん。ちょっとミステリーマガジンじゃないですよね、これ取り上げるの。ミステリーではない。ないですよね。だから西尾さんは、その、もうすでにジャンルというかね、そういうジャンルの肩書きを全然必要としてない、西尾維新というジャンルの人になってますけれども、うん、で、まあ、やっぱシリーズのね、イメージが強いんですけど、そうですね。うん、強いんですけど、この前に書いてたなんだっけ、回答が、自分の、昔に盗んだものを、戻すことを前提にした、はい、あの返す回答っていうか、うん、発想の三部作とかですね、ああいうのも含めて、なんていうのか、すごい奇想が毎回面白いと思うんですよね。うん、なので、まあ、奇想作家ではあると思うんですよね、うん。着想が人とは全然違うオリジナルの着想を持ってくる楽しさがあって、まあ、それが、まあ、うまく働いた作品じゃないかなと思います。だから首切りサイクルとかあの辺のから続く読者にも全然、うん、問題なく読んでいただけますしね。西尾維新あんまりシリーズな長いからあんま読んだことないなっていう人は、うん、まずこういうそのあどういう人なのかなっていう作家の見本として読んでいただければなと思いました。うん。うん、まあ大変面白いので、ジャンルはともかくとして、ここから、でこういう、なんていうんですかね、作品で、都市小説で SF ってあるじゃないですか。はいはい。うん、こういうのから、まあ、こう、ガチ方向に進んでいくと、どういう作家がいいんですかね。都市小説から。うん。どんなのがあるかな、うん、例えば、まあ、都市と都市みたいな感じになると、はいはいはい、もう完全にあれはもう、奇想がものすごい感じになっちゃってるけど、はいはい、うん、そうですね。うん、だから、まあ、どうなんですかね。でも、例えば、その、安倍工房のひもじ同盟とかですね、そういったものもあったりして、結構割と一つの都市が、その、はい、なんていうんですかね、現実とはちょっと違うデフォルメされた感じに書かれてるっていうことを前提とした SF 作家の作品多いんだと思うんですよ。はいはい、あると思います。うん、ちょっとね、パッと出てこないですけどね。うん、だそういうものの一連の流れの系譜にきっとある。うん、僕は全部読んでるわけじゃないんです。断言がちょっと難しいんですけれども、そういったもんだと思いますので、奇想小説の都市小説で、疑似イベント小説というその3つが重なってれば、まあ、SF の可能性はかなり高いんじゃないかというふうに思います。はい、というわけで、はいはい、1冊目でございました。